元東京都知事で現参議院議員の猪瀬直樹氏が再び怒りをあらわにした。7月19日、日本体操協会は東京都内で緊急会見を開き、パリ五輪に臨む女子代表の主将でエースの宮田翔子、順天堂大が行動規律違反を受けて代表辞退するに至ったと発表。事前合宿地であるモナコから緊急帰国していた宮田を事情聴取した協会側は、 取り沙汰されていた喫煙とともに宮田が飲酒にも呼んでいた事実を確認西村賢治専務理事によると6月末から7月までの間に喫煙と飲酒はそれぞれ一度と本人が説明しているというまさに急転直下の異例事態だ病気やけがによる離脱ではないため補欠登録で帯同している杉原愛子トライアス の繰り上げは許可されず日本体操女子代表チームは5名から1人減った4名でパリ五輪本戦に臨むこととなった。猪瀬氏は問題発覚直後に X を更新し、つくづく日本人は劣化している。たかがタバコで何を騒いでいるのか。麻薬じゃないんだぞ。規則ずくめの釈子定規が日本をダメにしてきたのだ。こんな些細なことで19歳の夢を潰すつもりか。 とぶちまけて物議を醸していた。そして体操協会の会見後にも本音をとろ。宮田のコーチである原田睦氏が会見で声を詰まらせていきさつを説明したという記事を引用しつつ、原田監督、一番身近なあなたが体を張って世間の風圧に行し、宮田選手をかばってあげたらよかっただけじゃないか。今更さらお涙頂戴はいらないと綴った。さらに 5月に20歳未満ながら飲酒が発覚した日本のスケートボード4選手への対応と比較して、スケボーでは厳重注意で済ませているし、名前も公表していない。選手の今後を考えての処置だろう。その程度の問題を女子体操ではなぜ名前まで晒し出場停止処分にしたのか。未来がある19歳をそこまで追い詰める必要が一体どこにあるのだ。とマク。